あ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様元気でしょうか。ミシェルさん、はい、突然なんですけど、うん、ミシェルさんって講演会とかセミナーってよくされますか。うん、はい、もうずっとやっております。なるほど。まあ、いろんなことをねメッセージとしてみんなに発するんですけども、うん、なんでいやだからこう、ね、おしゃべりがスムーズなのかななんて思ったり。いやいやいや、もう毎日が勉強ですね。どうしたということで、そのセミナーを使って急成長を不動産業で遂げているこちらの企業様を今回最初にご紹介します。経営理念に未来、理想、創造を掲げ顧客第一主義の不動産業を行っている企業がここにある。今までこう迷ってた人というか、はい、まだ下がるんじゃないかななんていう思いを持ちながらずっとこう、まあ、様子を見てた人たちが一歩踏み出したかなっていうような、はい、まあ、もう本当今買っておかないとどんどん上がってしまう、もうこれ以上下がらないだろうっていう、そういう部分の判断をして、動き始めた人たちがやっぱり非常に多く見られるというか、はい、理想の未来づくりのお手伝いを行う株式会社フィディアルクリエーション代表取締役古川信樹。会社の事業内容として収益不動産の販売、賃貸管理、マンション経営などを手掛ける株式会社フィディアルクリエーション。フィディアルクリエーションの強みはマンション経営のノウハウを知らない顧客に対し専門家による各種セミナーを開催していること。また全国から申し込みができる東京23区の中古不動産見学ツアーといったセミナーも開催しており、これまで不動産投資に興味がありつつもなかなか投資に踏み切れなかった人でも気軽に不動産投資の知識を学べるようになっている。代表取締役の古川は不動産のエキスパートとして活躍し、自ら独立をして現在の会社を起業した人物。今回新たに開催するセミナーの告知もあり、不動産投資に興味がある方必見の内容になっている。現在の不動産投資の現状やフィディアルクリエーションが開催するセミナーについて古川に話を聞いた。不動産会社で17年勤務されてから開業されたということなんですけども、はい、開業当時苦労されたこと、大変だったことってありますか。人の確保と、うん、あとはもう本当ゼロからスタートしたので全てが、なのでそのお客様の開拓もそうですし、まあ、そうですね、人とやっぱりお客様と、まあ、一番基本になってくるところだと思うんですけど、うん、一緒に働いてくれる人と、はい、何もなかったので、はい、それは大変ですよね。でもそうです、まあ、それはもう覚悟の上で開業はしたんですけど、まあ、いざ実際やってみると、今まではもう本当何百人という社員と一緒にやってたので、うん、まあ一人なわけですよね。うん、まあ、そこはかなりちょっとやっぱり初めはこれもあれも自分でやらなきゃいけないっていう。そうですね。で足も運ばなきゃいけないっていう、はい、そうなんだろうな。まあ、前の会社は退職したメンバーですね。うん、まあ、そういった子たちがもうどんどんまた集まってきてくれたので、うん、まあ、ようやくそこで人が集まってきて本当軌道に乗ってきたかなっていう感じですね。うん、どういう形に持っていったんですか。そのですね、最終的にはまあ、セミナー販売ですとか、あとは紹介営業ですとか、こういうところにも、まあ、一気に方向転換してというか、はい、そこを確立させるのに、まあ、時間もかかりましたし、まあ、非常に手探りでやった部分があったので。セミナー販売、うん、みんなに集まっていただいて、セミナーを開催して、うん、本来は今まではこちらからどん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 こうお客様を開拓して、うん、で売り込んでいくっていうスタンスで仕事をしてたんですけど、うん、そうじゃなくもう本当真逆の発想でいかに来てもらうかっていう、うん、その形を確立させるのにまあ非常に時間がかかったというか、最初来てもらえるないもんですよね。どうですか、もう全く当初はどういうふうに集客していいかもわからないですし、セミナー自体もやったことがなかったので、はい、まあ、どういう形でやるのかなっていう、もう本当そこからの、はい、スタートだったので、集まってもらう日って雨が降ってももう
極端に減ったりね。あの雨はきついですね。きついですよね。僕も同じようなことやってたんで、もう本当に人は一人に来てもらうってことがどんだけありがたいかっていうのがありますね。それは本当確かにそうですね。そこにもつながってくると思うんですけども、まあ、より多くの方に来てもらうっていうところで、こうフィディアルクリエーションさんが一番売りにしているところ、売りにしているところはですね、そのただ不動産を販売するっていう形でのありきたりなそのセミナーではなくて、今今年ちょうど相続税の税制の改正なんかがありましたけど、まあ、そういう相続っていうものをテーマにしたり、あとは皆さんがその不安に思っているその老後ですとか、介護とか、そういったものを必ず一つ何かしらテーマを決めて、そのテーマに沿った形でのそのじゃあ不動産というものがそこにどうリンクしてくるのか、活用できるのか、そういう形でのセミナー販売、セミナーっていうものを、企画してやってます。実生活にそのマッチしてる、中に入り込んだ話の中で、そういう家はどうですかみたいなところがつながっていくんだよね。あとはその販売する不動産に対して、不動産鑑定士の先生らの鑑定評価っていうのをきちっと一個一個取ってるんですね。でそのお客様からするとその不動産自体が本当にその価格の価値があるのかどうかってやっぱり判断が非常に微妙なところなので、そこを第三者的な機関に、きちっと評価を出してもらって、まあ、この価格は妥当ですよと、間違いないですよってその鑑定評価をつけて、販売してますんで、売りに出す前にそういうのがあるんですか。はい、そこを多分こういう収益型の、投資用不動産でその鑑定評価っていうものをこうつけて販売してるっていうのは多分業界内では、まだないと思いますんで。いや初めて聞きましたね。はい、そこは購入されるお客様から見ても非常にこう買いやすいですし、安心しますよね。安心材料の一つになるんじゃないかなっていうのが元々のきっかけですね。ちなみに最近の動向っていうのはいかがなんでしょうか。最近の動向ですか。はい、まあ、これは本当オリンピックの影響なのか、アベノミクスの影響なのか、もう本当ここ最近の都内の不動産価格ってかなり高騰してきてますんで、まあ、不動産投資ってその買うタイミングってすごい難しいんですね。下がってる局面で、買おうとするとやっぱりまだ下がるんじゃないかっていう買いづらさがあるし、あんまり上がりすぎてしまうと、それはそれでじゃあ今度そこでまた下がるんじゃないかっていうのが、行き切って下がるっていうね、非常に難しいんですけど、今はもう本当完全にそこを打って、これからっていうちょうどそこを打って反転しているような、ところだと思いますので、今までこう迷ってた人というか、まだ下がるんじゃないかななんていう思いを持ちながらずっとこう、まあ、様子を見てた人たちが一歩踏み出したかなっていうような、まあ、もう本当今買っておかないとどんどん上がってしまうって、もうこれ以上下がらないだろうっていう、そういう部分の判断をして、動き始めた人たちがやっぱり非常に多く見られるというか、ダメなんだね。何の影響か、まあ、オリンピックもね、言われたオリンピックもそうですけどもね、買い時なんですね。でも今そうですね、今は非常に買い時だと思います。ほら来た、買い時来ました。ああそうですか。はい、じゃあぐん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 会社今伸びてるところだと思うんですね。そうですね、はい、今はどんどん、はい、伸びてます。ということで、きっとますますこう仲間も増えていくと思うんですが、はい、2016年度の新卒の方の、はい、今ちょうど説明会等々やってるんですけれども、やっぱ企業を支えていく人材というのは、もうそういう本当もうこう新卒の子たちというか若い子たちがをいかにこう育てていくか。そこがやっぱ最終的にその企業のこう中核を担っていくメンバーになっていくと思いますんで、今後の目標についてもお伺いできますか。はい、そうですね、今後は前職で経験したその上場ですね、そこを経験しているっていうのは私の強みでもありますんで、まあ、やるからには株式上場を目指してやっていきたいと。
そんな古川さんの格言をお伺いできますでしょうか。はい、そうですね、もう本当ありきたりかもしれませんけど、昔からも継続は力なりっていうこの言葉が私は大好きで、はい、まあ、人もそうですし、企業もそうですし、そうだと思うんですけど、まあ単発的にその瞬間的に結果を出したり実績を出したりするのはすごい誰しもが経験できることだと思うんですね。ただそこを継続してやり続ける、利益を例えば企業であれば、利益を出し続ける、まあ、一つの例えば個人であれば一つの仕事を最後まで例えばやり抜くとか、常にやっぱその何かを継続させるっていうのは、人や企業が成長していく上ではもう非常に、大事な部分なんじゃないかなっていうのが昔から考えにありまして、ですからまあ簡単なようで非常に難しいというか、継続をさせるっていうのは、そこはもう常に私は考えながらというか、はい、念頭に置いてやってます。さあ、セミナーの告知があるということなので、はい、お願いします。6月の13、14の土日ですね、13時から当社の方でセミナーを開催しますので、渋谷の方で、渋谷の、はい、当社の方で、はい、ぜひ、はい、どうぞ。行きたい方はホームページか何か、はい、ホームページの方から、はい、参加受付はしておりますので、電話でも全然構いませんし、はいはい、私まだ家を持っておりませんので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、すみません、ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて、続いてご紹介する企業様なんですが、はい、うん、いや、この番組に相続税に関するゲストさんね、たくさん来ていただいているじゃないですか。はい、で今年2015年に税金が変わるとか、いろいろ勉強しているところだと思うんですけども、でも具体的にいくらぐらい納めなきゃいけないとか、いつまでに納めなきゃいけないとかってご存知ですか？全くねえ、なかなか難しくて、普段はね、3月の確定申告だとか分かってるけども、はい、 ね、それ以外のものでね、そうか、はい、ということで、続いてご紹介しますのが、相続の納税で物納を行っているこちらの企業様です。本年1月1日より相続税および贈与税の税制が改正された。これにより基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加すると考えられている。俗に言う相続税増税時代の到来。こんな時代に相続コンサルティングのエキスパートとして活躍する企業がここにある。心がけていることは、やはりその方にとって一番いい形を作ってあげると、会社のために何かをしてるっていうことじゃなくてね、そういうことをやっぱり社員ともども、常に、まあ、頭の中心に据えながら、お手伝いをしていきたいなというふうに思っています。相続に安心設計を、株式会社国土公営代表取締役社長藤井博文。国土公営は相続を通してお客様の安心と幸せを実現するというポリシーを掲げ、相続手続き、遺産分割、納税など多岐にわたる相続問題をトータルで解決する専門家として事業を展開している。国土公営の特徴として、相続や事業継承、資産対策問題を抱える顧客に対し、信頼のトリニティシステムという依頼者からの相談を税理士などの専門家と国土公営の3社契約方式による最善の解決方法を提案するシステムを持っている。トリニティの語源は宗教用語の三位一体を意味し、相続税などの問題で苦しんでいる顧客の道しるべを作り、専門家と国土公営が水先案内人となって解決を行うという意味が込められている。今回、代表取締役社長の藤井に相続税対策、また
仏能納税といった仕組みについて話を聞いた。いや大変なこと、あの一人一人が持ってるその相続に対するなんていうのかな、違いがあるわけですよね。そうですね、人生観と同じで考え方も、はい、種別も違います、ね、種別も違うんですよね、はいはい、それに対して適応していくというのは大変な、はいね、かつコンサルタン的にはそのどういうふうに進めていくかっていうのもあるわけでしょうか。そうですね、でその過程の中にどうしても相続税対象にしてますから、うん、税理士の業界さんとも深く付き合うと、はい、ですから税理士と二人三脚で、まあ、相続を乗り切ろうということで、まあ、税協との提携ということにも手掛けまして、うん、現在は三大都市圏ですかね、東京、名古屋、大阪の税理士協同組合と全国今12の税理士協同組合との提携事業ということで、まあ、我々は勝手にネーミングして、まあ、税理士と私どもとそれから委任者ということで3つという意味を使ってトリニティシステム事業というふうに命名してですね、提携事業として少しずつですけど、まあ、皆さんに認知されてきてるなっていう実感を持ってる状況ですね。あ、全てが一つに整ってるっていう、はい、ね、うん、専門分野的なものが一つになってるっていう、そうですね、まあそういうことを目指してるんですね、うん、目指して、ただそこまでどん行ってるかどうかはまあちょっと問題あるかもしれませんけど、うん、それを目指してると。というのは相続っていうのは誰か一人の専門家ではなかなかやれない、もう複雑多岐にわたる部分があるんですよね。ですからそれをまあワンストップでやるというのはなかなか大変なんですけれど、一人の専門家だけじゃなくていろんな知識をトータルでその方の相続を円滑にしてあげるっていうことが大切じゃないかなと思いまして、まあそういうことを目指しながら今やってる事業を拡充してるっていうのが現状だと思います。なるほどね、非常にデリケートでかつ難しいなっていうのはすごく感じるんですが、もう間近にあるからね我々ね、大した相続ないんだけど、ただ どういう手続きを取ったらいいのかっていうのは分かんないんだったりするんだよ ね、まあ、やっぱり誰しも必ず死にますから避けては通れないことだと思いますね。はい、亡くなる前からやっとく準備しとくとか、そうですよね、そうですね、それは大切なことだと思います。はい、大切なことだと思いますね。かつ今年2015年、はい、法律が変わりましたけども、そうですね、はい、どういうふうに変わったっけな、相続税の改正がされまして、はい、まあ、いわゆる大増税っていうふうに我々言ってるんですけれど、はい、現在全国平均ですと 4.2% なんですよ、はい、ですから100人のうち、まあ、4人ぐらいが相続税の申告をする必要があるということですけれど、東京都内に限ってはこんなに増税されるとおそらく、まあ、10人に1人もしくは8人に1人は相続税の心配がある、花粉症と同じぐらいの率があるかもしれないですね、はい、そんなにですね、はい、なんかさ、あの持ってかれるっていう気持ちは、はい、国に納めて、国のために使ってそれで満足はしたいよ、うん、だけど持ってかれるっていう気持ちが現役時代からあるんだよね。それはそういう気持ちになりますから、うん、あのそこをどうにかしてくださいってことなんでしょうけど ね、 ね、うん、ただあの脱税とかねということじゃなくて、適切にね、税金を払う方法をやはり皆さんが知る必要があるんじゃないかなと、うん、そうでないとやっぱり相続で非常に苦しむことになってしまうっていうふうに思いますね。税率が高いだけにね、そういうことですね。だから大きなもの持っててでそれに対する税率が高くて、はい、それを現金で払うってことはできない、はい、そうですよね、そういうケースが出てるんですよね。できないだろ普通に働いてて、うん、その時どうするんだっていうことがありますよね、ありますよね、はい、そういう相談も、はい、あれなんだよな。で今やっぱり相続税の改正で、はい、税率構造も変わってですね、はい、仮に総額が6億以上ですね、はい、6億以上ある場合は 55% になってますから、はい、今ミッシェルさんが言われたように、はい、半分以上は税金で持ってかれると、そうなるとやはりお金で払うっていうのは非常に難しい人がいっぱい増えると思います、うん、ですから、まあ、分割払いとか毎年払っていくと、それにしても税額が大きいと1年に払うのが大きいからなかなか自分の収入だけで払いきれないっていうことになると、まあ、例外規定として物納ということで、物で相続で課税された財産のもので払うことができますよという制度はあるんですけれど、まあ18年にこの制度も改正されてかなり使いづらい制度にはなってるんですけれど、一応生きてるのは事実ですから、こういう制度を有効に活用するのもまあ一つ大事なことかなと、これからはそんなふうには思いますね。
難しい問題ですね。いやだからアドバイスを受けないとわからないってことだよ、我々、ね、はい、やっぱりお話聞いててね、はい、そうなんだっていうね、そういう制度があること自体も知らない人が多いですから ね、ですからやはり我々この仕事してて思うことは、知ってないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうということですから、やはりよく知るということ、生半可な知識でなくて、正しい知識を実務を伴ってよく知るということが大切だなっていうふうに思いますね。だから一言のように思っちゃうね、はい、僕たちはね、もうボールだけ追っかけてるでしょ。そうするとさあれと思うんだよ ね、でもそうですよね、突然こう必要に駆られ て、その時にハッとするんですよね。友達がそうなったとかさ、こういうふうにね差し出さなきゃいけなくなったとかいろいろ聞くわけだよ、もうね、はい、このぐらいになってくると、大変なことなんだなっていうルールがあるんだなっていうね。ミシェルさんもかかりますよね、きっと相続税。いや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 、もうね親がね、もう親の年だしね、そっからじゃあ家どうすんだとか、どうすんだとか、最近は家2軒持ってる人もいますんでね、一人っ子同士で結婚してると家を2つ持ってるっていうケースが結構あるんですよね。そうするともう今回の改正みたいなものはなると相続税の本当対象になるでしょうね。金持ちの税金だと思わずに、もうみんながやっぱりこれから相続のことをきちっと考えていく必要があるんじゃないかなと。それともし税金が発生しないんであってもですね、やっぱり親からここからまあ自分次の代へ移るっていうことを、何をこう継承してあげるかっていうことをやっぱり考えることは必要なのかなっていうふうに思いますね。今日もお持ちいただきましたが、本も出版されてるんですよね。いやたくさん出されててね、はい、今回ですね、ちょっと、これがまだできておやおやの3月16日に出版したんですけど、はいはい、先ほど言った成功する仏能ということで、現在先ほど見ました例外規定で件数も少ないんですけれど、先ほどの税法税制が改正されたと同時に、もう一つ措置法39条っていう法律があるんですけど、これも合わせてで改正されてるんですけど、あまりマスコミには出てないんですけれど、これは何かっていうと、相続が発生して3年以内に土地を売って物の土地を売って納税した場合はですね、まあ譲渡所得税がほとんど出なかったんですよね。ところが今回この措置法39条が改正されたことによって、相続が発生して土地を売った場合ですね、相続税を納めるために土地売ってるんですけれど、譲渡所得税も合わせて出ますんで、例えばですね2000万で土地売って、はい、で、その、まあ、まあ諸経費かかるんですけど、仮にそれ省略して2000万で税金を納めましたと、で相続税は無事終わりましたっていうことになりますよね、はい、ところが翌年税理士に確定申お願いして確定申告をすると譲渡所得税はまた来るんですね、はい、と譲渡所得税の原資ってもう譲渡するための、あ、そうか、まあ、普通相続税がないときに土地売却しますと、譲渡所得税って譲渡したことによる利益ということで、税金かかってくるんですね。でその税金が翌年来るんですけど、先ほど言ったように訴状39条があったおかげで、ほとんどその税金が出なかったんですけど、今回の改正があったために多少は少ないんですけど、やはり譲渡所得税が出るっていうことになろうかと思います。そうなるともう安易に土地が売れないんですよ。そうなるとやはりこの仏能っていうのは見直されるだろうって我々思ってます。ですが徐々にだと思います。2年3年4年って経っていくと、またどんどん件数増えていくんじゃないか、でそういう時にぜひ、一読していただいて、あ、そこうすれば仏能っていうのは使えるのかと、あるいはこういうことに気をつけないといけないんだなっていうことが書いてありますし、仏能のその後っていうことに関してもこう言及してます。このそういう本は今までなかったと思いますんで、まあ、ぜひ、読んでいただけるとありがたい。その後っていうのはどういうことなんですか。仏能を納めて、仏能を納めますね、はい、そうすると収納されるわけです、国にね。国にそうですね、でそれで一応相続税は、終わったんですけれど、はい、今の仏能っていうのは、条件付きの許可っていうことになってますんで、5年間はひっくり返る可能性がある。ひっくり返るっていうのは仏能が、また、まあ、戻されて却下されてしまうっていうことなんですけど、なぜかって言いますと、それは土壌汚染とかから地中障害っていうのはどうしても見えないもんですから、後で分かってくるもんだから、国に入って
1年後ぐらいに、あの土地に土壌汚染がありましたと、うん、そうなると、まあ、原因者に、訴求するということになってますんで、その納税した人のところへ行ってそれを改善してくださいということになるんですけど、その改善ができない場合は、うん、今言ったように物の取り消しになりますんで、例えば先ほどの話じゃないですけど2000万で物のしてあったら、はい、2000万、それ却下されます、2000万お金で払ってくださいっていうことになってしまうということですね。5年以内で、はい、で5年過ぎてしまえば大丈夫なんですよ。まあ時効の延用なんだろうと思うんですけど、5年過ぎてしまえば、ただ1年後とか2年後に、そういうことが発覚した場合はそういうこともあると。まあ、一応履行要求通知書って言ってるんですけど、それただそれもきちっと対応すればできることなんですけれど、そういうこともやっぱり知っておく必要があると。いや制度を使う、こちらのね、はい、ダラン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 って書いてあるけどぜひゆっくり時間をかけてこれは読みたいですね、はい、事前準備と相続対策って書いてあります。うん、今後の国土交通さんの目標は、はい、何でしょうか。目標はですね、やはりあの社会制度ってあってやっぱり、たくさんの人々が生活して見えると思うんですね。だからその制度が適切に運用される一助になってですね、やはりあの社会の中で必要な会社になりたいと、必要とされる会社になりたいと、この実現のために社員と一緒にですね日々努力していけたらなっていうのがやっぱり目標ですね。最後になりますが、はい、藤井さんの格言をお伺いしたいと思います。まあ、これ格言ではないんですけれど、はい、まあ、うちの、まあ一つのフレーズにしてるんですけど、相続を通じてですね、顧客にですね、安心と、幸福を実現できたらと。でそのためには正しいことを誠意を持って一つずつ継続的に、行っていくということが大事だと思って、このことを胸に、業務に励んでいきたいと思っております。いやなんかね、すごく安心させられるっていうね、そうですね、感じがしますよね。もうやはりね、今の時代ってやっぱり不安っていうのが大きいですよね。ですからやはりそういう意味でも安心を実現させてあげられる一助になれればなっていうのはありますね。いや本当にあの今日勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。東大を卒業したのになぜパチンコ屋？何度この質問を投げかけられただろうか。中原信介氏は東京大学を卒業しパチンコホール企業に就職した。しかし彼自身疑問に思ったことはない。よくよく考えた上でのある意味合理的な選択だったから。中原氏の企業選びはとてもシンプルだった。自分が好きなことに携われること、そして将来性があること、この2つの条件を満たす企業がパチンコホールだったのである。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、東大を卒業した僕がパチンコ屋に就職した理由。この本を書いたのは株式会社パック X。 日本最大級の娯楽産業であるパチンコ業界、有名大学を卒業しながらもパチンコ業界に就職をした6名の方を紹介したノンフィクション本の決定版です。巻末にはパチンコ業界の基礎知識といった付録までついており、盛りだくさんの内容になっています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。